片水と申します。今日この桜よさこいにて我々の2019年の演舞灘市の初披露の場とさせていただいております。今年のテーマは灘の酒造り。兵庫県は灘五湖、六甲おろしときれいな水に育まれ、蔵人たちが丹精込めてお酒を作ります。演舞の途中に風緑というワードが入ってきますので、その時に皆さんに手拍子をしてもらう時がありますので、手をお好きになってお待ちください。それでは手拍子、心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。直れ。灘のお酒は日本一。西郷御影に西の宮、魚崎今津に灘五湖、日本有数の酒どころ。蔵人たちが味をつけ、灘の娘が香りをつける。うまい酒は灘から始まる。肩で風切り魚丸回せば、これが旨味を作り出す。蔵人支える灘娘、湧き立つ香りにちょいと来て覗く。向こう鉢巻き腕が鳴る。風見の撤収。